アデルド・サボアは、フランス王ルイ6世の2番目の王妃。アデルド・モーリエンヌとも呼ばれ、名前はまたアデライド・アリックスとも呼ばれる。父は、サボヤハク・ウンベルト2世、母は、ブルゴーニュハク・ギオーム1世の娘ジゼルで、ローマ教皇カリストス2世の命にあたる。1115年に、ルイ6世と結婚し、七男に女を設けた。1137年に、 次男ルイ7世が即位すると母妃として、県政を振るおうとしたが、息子の嫁、アリエノールダキテーヌと対立、パリの宮廷から出て、コンピエーニュの領地に引きこもり、マチュー1世、とモンモランシーと再婚した。1144年のサンド大聖堂剣道式には、息子夫婦と共に出席している。1154年、死去。 パリのサンピエール・ド・モン・マルトル教会に埋葬された。最初の夫ルイ6世との間に7男2乗、儲けた。2番目の夫マチュー1世との間に1乗儲けた。佐藤、P72。キリュウ、P24、P25、P32。イシー、P90、P92、P125。ペルヌー、P37、P38。ありがとうございます。